今回は宇宙ビジネス入門という本を読みましたので紹介させていただきます。プロローグ。1、全体像。米国発宇宙ビジネスビッグバン。宇宙産業の歴史。従来市場。新潮流、ニュースペース。将来的な市場セグメント。2、市場セグメントとキープレイヤー。宇宙へのアクセス。大型ロケット、小型ロケット。 衛星インフラの構築。観測衛星。通信放送衛星。測位衛星。地上インフラ。衛星及び衛星データ利活用。ジオインテリジェンス。指揮キすコネクティビティ。オートノマスモーション。軌道上サービス。スペースデブリ除去。宇宙ステーション。個人向けサービス。宇宙旅行。宇宙ホテル。 新宇宙探査開発。月、火星の探査開発。資源開発。3、宇宙企業家たちのビジョン。イーロン・マスク、スペース X。人類を複数惑星に住む種族に。ジェフ・ペゾス、ブルーオリジン。数百万が宇宙で暮らし、働く時代を作る。リチャード・ブランソン、バージン・ギャラクティック。空中分離システムで 宇宙旅行と衛星打ち上げ。ピーター・ディアマンです・エクス、X プライズ財団、ツーリズムと宇宙資源開発の市場形成。グレッグ・ワイラー、ワンウェブ、グローバル情報格差をゼロにする。マーク・ザッカーバーグ、フェイスブックドローン、衛星、レーザーを活用してネットインフラ構築。スティーブ・ジャーベソン、 DFJ、DF J 宇宙産業はネットの聡明機と同じ。Airbus グループ、新規参入組に対抗。4. 米国の宇宙産業エコシステム。法整備、政策テクノロジー、ディスクマネー、プラットフォーム。カンファレンス、メディアプロフェッショナル、業界団体、産業クラスター。5. 世界各国の宇宙ビジネス。 欧州、ルクセンブルク、イギリス、インド、中国。6. 日本の宇宙ビジネス。歴史と現状。近年の産業更新。宇宙産業ビジョン2030。日本の宇宙ビジネスイノベーション。ベンチャー企業の台頭。異業種による宇宙技術の利活用。グローバルビジネス展開。新たな宇宙ビジネスエコシステム。 業種をまたぐアライアンス。人材の多様化。産業横断プラットフォーム。7、今後の可能性と課題。2020年までの見どころ。社会と日本。2030年に向けた可能性。エピローグ。はい、以上になりますので、よかったらチャンネル登録をお願いします。ありがとうございました。